2018年6月13日3時6月6日に放送された、志村家のバカ殿様、フジテレビ系に、俳優の柄本明、69が出演。コントで弾けた演技を披露して、視聴者の称賛を集めたようだ。この日の放送に、柄本は医者役として登場。志村けん、68、演じるバカ殿の家老、桑野信義、61、が体調不良になり、柄本扮する医者が城に呼ばれた。やってきた柄本は、家老の病状を調べるため、触診を開始。家老の着物をはだけさせると、いきなり胸を、見始め、しまいには胸毛をむしり始める。そんな柄本の気候を見たバカ殿は、思わず、おい。先生、何がわかるんだ、と突っ込み、その後、診察を続けた柄本は、家老の病気は、風邪、だと断定。このままにしたら命に関わる病になるかもしれません、とりや、熱温かいものを用意していただきましょう、とバカ殿に命じる。続けて柄本は、温かいご飯、温かいうどん、温かい冷やしトマト、そして納豆、卵、プリン、マヨネーズもつけて、と要求。家臣が食材を運んでくると、柄本はそれらをすべて混ぜ合わせ、おもむろに自分で食べ始め、